パパパーティーザパプキン、ダシンダシンハロウィン、かわいいあの子とハロハロウィン。ということでですね、今日ですね、10月31日は、ハロウィンと、いうことで、いや、毎年盛り上がってるイメージですけどね、まあ、いい意味でも悪い意味でもね、盛り上がってますけど、まあ、今年はですね、渋谷での、なんかそのハロウィンみたいなの、禁止です、みたいな、言われてますからね、いや、毎年のようなどんちゃん騒ぎはないかもわかりませんけど、まあ、昨今はね、どこでもコスプレできますから、コスプレっていうものがね、こう、広まってみたいなところあるんで、わざわざね、渋谷でね、騒ぐ必要ないので、まあ、だね、中止にするっていう動きもいいんじゃないかなと思いますし、まあ本来のハロウィンじゃないじゃないですか。日本のハロウィンって。ただ騒ぎたいだけ、どれもそう。ハロウィンだってそうですしね。クリスマスだってそうですし、本来の目的とはずれてただ盛り上がりたいのが日本人ですから、ね、ハロウィンなんかもこのまま捉えていけばいいのにと、ちゃんとしたハロウィンならいいですけどね。っていうのは思うわけですけども。で、私もね、今実際実はですね、コスプレしてるんですけどもね、どんなコスプレしてるか皆さんこれ、何のコスプレかわかりますか？はい。ぜひともね、当てていただければなと思うんですけど、今回お話しさせていただきたいのはですね、もうアニメの話するんですけども、先日の土曜日ですね、放送されました、ちっていう、作品がね、ございまして、まあ、今期2024年秋アニメの中でもですね、非常に人気というか、面白いなと、おっしゃってる方多い作品かと思うんですけど、この、ち、最新話でですね、なんじゃこれはと、言われているシーンがあったんですね。それ何かっていうと、冒頭のシーンですね。冒頭のシーンがね、めっちゃ暗かったんですよ。ノバクさんとかとわー言って戦うシーンなんですけど、めっちゃ暗くてですね、全く見えませんみたいな、テレビ壊れたかと思いましたぐらい、何も見えなかったっていう事象がね、起きたわけですよ。まあ、それに対してですね、いろんな意見あったんで、私もね、意見言っていきたいなと思うんですけれども、まあ、結構多かったのはやっぱ見えませんと。何時にこんな暗いんじゃ、みたいな、わけわからんわ、みたいな、意見が多かった印象の中で、まあ、私の見た中ですけども、二つですかね。いや、実はこういう理由があって暗くしたんじゃないかっていう意見があったんですよ。で、何かっていうと、まず、一点目がですね、もうリアルにしたんだと。そういうリアル思考で作ってるから、こんな暗くなってんっていう意見があったんですね。まあ、どういうことかっていうと、まあ、夜に戦っていたわけですよね。みんなが、ノバクとか、夜にこう戦ってたわけですから、ね、本来の夜であれば何も見えないんじゃないですか。真っ暗じゃないですか。それを、まあ、忠実に再現したやと。で、しかも、その地の世界観ってめっちゃ前なんで、まあ、電気とかもないのかな。そういう時代やから余計暗いんですよ、と。なので、真っ暗のね、画面っていうのは、もうそのね、なんか不都合とかじゃなくてね、リアルに作ったカラーが、のゆえにあんななってんだっていう意見があったんですよ。それ見て私思ったのは、わかるけど、別に明るくよってよくないっていうのは正直思ったんですよね。マジでね、私も思ったんですよ、見てて。何も見えねって思ったっけ、マジで。スマホで見てましたけども、いや、ほんま何も見えんやん、みたいな。何してますのみたいな感じで。で、私も明るさ上げたんですよ。スマホの画面の明るさ上げて、ようやく、あ、ちょっと見えるわ、みたいな形やったから、マジで見えないと思ったわけね。で、そんな中、まあ、リアル思考で、まあ、夜に戦ってるから、暗いんですって。まあ、言われたとって、いや別にそこまでリアルにせんくてよくないみたいな、アニメやし、映像見たいし、まあ、要は戦闘してるわけでしたから、そこ見たいしみたいな、ね。そんな真っ暗に、そんな、そこまでリアルは求めなくてもいいんじゃないかなと思いましたね。まあ、マッドハウスさんがね、そのリアルを求めて暗くしたのかわかりませんよ。わかりませんけれども、私は、まあ、もし仮にそこをリアルにしたんだったら、必要のないリアルさかなと、私自身はね、思いました。普通に見せてくれやっていう気持ちはありましたかね。そして二つ目の意見なんですけど、規制かかったんじゃないかっていう意見があったんですよね。まあ、アニメっていうのは、こうテレビで放送しますってなった時に、いろんな規制がかかるわけですよ。で、一番、まあ、ベタな規制っていうのは、まあ、エロの規制ですよね。B 地区見せられないんで、湯気出しますとか、なんかわけのわからん光入れますよだとか、あとはですね、グロいシーンも見せられないんで、まあ、モザイクかけるだとか、それも黒いなんか幕張るだとか、まあ、そういう規制とかあるじゃないですか。で、それ以外にも、細かい規制ってやっぱテレビアニメとかあって、まあ、音量の規制なんかも、あったりもしますし、で、この光の加減の規制とかってあるんですよ。で、皆
皆さんもですね、まあ、今回の地位に限らず、いろんなアニメを見ていて、で、特にバトルアニメですかね、なんかでよく多いんですけども、なんか急に画面暗なったな、みたいな時ありません？今までの明るさよりも明らかに暗なったやん、みたいな。まあ、見えるけれども、ちょっと違和感あるな、みたいな。そういう感じる時あると思うんですけど、そうやって規制かかってるんですよね。その光の加減っていうのを、まあそういう規制があって、で、暗くしてる。わざと暗くしてるっていうことがあるんですけども、今回の地に関しても、まあ NHK で放送してるっていうこともあって、規制が強くなって真っ暗になったんじゃないかなと。で、その真っ暗にした理由っていうのが、その戦闘シーンでですね、異端者がもう貫かれたと思うんですね、剣で。まああそこを、NHK 的には見せられないから、真っ暗にして、まあ、極力見えないようにしたんじゃないかっていう意見があったんですけど、これ見て私何思ったかっていうと、それやったら、進撃の巨人とか、まあ、それこそ前ね、やってましたけど、カラスは主を選べないとか、もう、放送できませんよねって思ったわけですよ。ね、カラスは主を選ばないも、結構、グロいシーンやったんですよね。ツークール目なんかまさにそうですよ。猿が人間食うみたいなシーンもありましたから、全然やってたしね、普通に。もう、グロいやんと思いますし、もう、進撃の巨人なんてね、もうファイナルシーズンとかね、バカほど殺しまくってるんで、それを考えるとですね、なんか規制で暗くしたっていうのも、あんまちょっと考えられないかなっていうところでですね、まあいろんな意見ね、あって、で、主にこの二つの意見をよく目にしたんですけども、まあちょっと私の中ではですね、そうじゃないんじゃないかなと思いました。ですけど、なんであんな暗いかわかんない。私はわからん。なんであんな暗くしたんやろうなと。まあ、ひたすら思いながら視聴していて。で、暗くて見えないっていうのが私の中で問題ではなかったんですよ。それは別にいいんですよ。明るさ上げればいいから。全然見えるから。よかったんですけど、めっちゃ画面暗いことによっての問題って何かっていうと、ずっと暗い中で、なんかその一瞬真っ白のシーン入ったじゃないですか。あれ。一瞬白くなった時の目のダメージすごないもんって。ええと、めっちゃ負担がかかるやん、みたいな。ね、ずっとね、画面暗くて目をね、こう細くして、みたいな、こう頑張って見てる中、急に明るさパーンなった時、目がーみたいな。いや、マジでバルスかいみたいな。バルスレベルで目痛いんやけど、っていう、ところでね、ムスカってこんな気持ちなんやと思いながら見ていた地位だったわけでございますけれども、まあ、いろんな意見ある中でね、私、確かにと思った意見が一個だけございました。何かっていうと、ハサウェイやん。あ、この意見見てね、あ、確かにと思いましたね。皆さん、ハサウェイ見ました？劇場版ハサウェイね。第2部、第3部どうなっとんねんみたいな、早くハサウェイの続きをね、見せてくれと思ってる私ですけれども、ハサウェイの戦闘シーンもですね、やっぱ夜にやってたんで真っ暗やったんですよ。で、映画館で見に行きましたけど、私もね、よう見えんなみたいな感じだった。で、その時も、いや、これはリアル事項でやってるっていうね、意見もあったりだとか、やっぱその、ビームサーベルって言うんですか、剣みたいなやつ、あれの光とか、爆発とかが迫力出るから、あえて暗くしたんじゃねえか、みたいないろんな意見やったんですけど、まあ、真実はわかりませんけれども、確かにと思った。ハサウェイレベルの暗さ、わかりづらさだったなっていうところで、早く、ハサウェイの続編見せてください。よろしくお願いいたします。水星の魔女のね、で得た、潤沢な資金をぜひとも、ハサウェイに流してください。よろしくお願いいたします。っていうことで、以上で、ハサウェイが早く見たよという動画を終わりたいなと思います。その最後にですね、皆様、私が一体何のコスプレをしていたのか、答え合わせをして終わりたいなと思います。少々お待ちくださいね。はい、準備いたしますんでね。はい。ね、一体私が、ね、何のコスプレをしてね、ずっと動画を撮っていたのかということですよ。はい。私が、今回ね、していたコスプレはこちらでございます。グッズの最後尾に並んだものの、ずーっと自分の後ろが来ないがゆえに、最後尾のプレートを持ってるのがしんどくなって、腕を支えているオタクでした。以上です。